イルダ。イルダ、IRDA は、赤外線による光無線データ通信を企画化している団体であり、またその企画そのものの名称である。特に企画に関しては、イルダデータと呼ぶ。イルダ企画は、赤外線通信すべてを意味しているわけではなく、情報機器等の通信を定めたものである。通信に必要なインターネットや欄などの通信企画同様に、 いくつかのレイヤー、ハードウェア層、データリンク層、プロトコル層規格に分かれており、パソコン用のものでは、USB や RS-232C ポートに接続して利用する様式、ノートパソコンや携帯情報末でも、オペレーティングシステム上からはそうなっているように認識されているが、一般的である。家電製品のリモコンなどで使われている赤外線通信は、 各々が独自に定めた仕様によるものであり、イルダとは関係がない。しかしイルダ通信が可能な、ある程度の送受信速度がある機器上からこれ、赤外線リモコンの通信を見た場合に、一定の通信信号パターンとして観測できる。これを利用して、携帯情報端末やノートパソコンを学習リモコンとして、疑似的に機能、エミュレートさせる不当エアも存在する。 その場合は、イルダの企画上、専用のリモコン装置に比べやや反応が劣るものの、家庭内に氾濫するリモコンを一元化させることが可能である。なお、携帯電話のリモコンアプリは、企画上、受信した通信信号のパターンを取得できないので、学習リモコンアプリを作ることはできないとされる。イルダ規格が策定された当初は、ノートパソコンなどに一部搭載されていただけで、 通信距離がおおむね30センチメートルから1メートル程度と短くプロトコルが汎用的なものではないといった問題からあまり普及していなかった。しかし NTT ドコモの携帯電話に標準的に採用されるようになり au やソフトバンク旧ボーダフォンの携帯電話でも採用されていった。これに合わせてイルダを使った多様なサービスが展開され始めた。 また1990年代末に流行した携帯情報端末では携帯に便利で電源の入り切りがすぐできる。つまり、電源を入れた瞬間に使用可能でバッテリーが1から2週間程度持ち、使い終わったらスイッチを切るだけであるこれらの機器でまず簡単なメモを取り、その後、同機能を搭載したノートパソコン等と赤外線通信で情報を更新し、 ノートパソコン上で加工するというスタイルも見られた。また一部機種では、名刺交換のように PDA 同士を通信させ、お互いの住所、連絡先を、住所録データとして交換する機能も実装されている。アルムなど。近年の携帯電話や、携帯情報端末では、カメラ機能を備え、撮影した写真を、ノートパソコン側に送ることも可能な製品も見られる。 カメラの構成再化に伴い、データサイズが大きくなり、イルダの高速化が求められてきていたが、4Mbps 版搭載が本格化するとともに、高速プロトコル R シンプルの搭載も始まり、伝送速度が急速に高速化されつつある。通常の赤外線通信の実行速度は10キロ、S 程度で、R シンプルの場合は400キロバイト、S 程度である。携帯電話から、 写真プリンターへの赤外線高速伝送は特に撮影直後のちょっとした印刷で使い勝手が良く今後普及が期待される用途である。また、さらに次世代のユフィア、ウルトラファースト IR も開発がほぼ完了しており、今後一気に 100Mbps まで高速化が図られる可能性もある。パソコンからの利用という面では IC カード公衆電話にイルダ赤外線ポートがあるので、 出先でのネットワーク接続に利用が可能となっていたが、携帯電話の普及で、公衆電話自体の利用が減り、IC カード公衆電話自体も、あまり利用者が増えなかった。さらに、これの利用を期待された、携帯情報端末の方も携帯電話にとって、変わられてしまったことから、IC カード公衆電話は2006年に廃止された。通信距離0.3メートルは、ローパワーオプションと呼ばれ、 小型携帯機器向けに消費電力を抑えた企画である。プラスマイナス15から30度。イルダ企画は1993年、ヒューレット・パッカード・ IBM ・マイクロソフト・シャープを中心とするメーカー主導で策定、推進されたものである。これらは1990年代を通じて、ワイヤレス接続による様々な機器の簡便な利用を目指し、ノートパソコンデスクトップパソコン。 携帯情報端末、プリンター等にパッケージ化されたハードウェアして組み込まれた。Bluetooth の登場以降、こちらへ乗り換える動きもあったが、Bluetooth 自身の互換性の問題や初期接続作業の煩雑さが問題になり、イルダと同じ用途をカバーしきれないことが分かってきた。このため、Bluetooth は携帯電話のハンズフリー用途を中心として普及し、イルダは 携帯電話同士の情報交換を中心とした用途で普及するなど用途の住み分けが進んでいる。2007年現在、携帯電話の赤外線機能が認知され、人々がお互いのメールアドレスや携帯番号の交換にイルダを利用する姿が普通に見られる。モジュール化されたイルダは改良が進んでおり、小型携帯機器の近距離通信においては、 一対一の通信機能を開発しやすいため、1990年代後半頃からは携帯型ゲームにも搭載されるようになった。2000年代以降は電波による通信に移行しつつあり、赤外線通信は主に電子ゲームと呼ばれる小型の機種で用いられる傾向にある。現在、100Mbps のユフィアという規格策定も進んでおり、 今後もさらに発展を続けていくと思われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。